与田陣屋はかつて、越後国三島郡与田に所在した陣屋。与田藩の藩長で後に、与田藩が城主格となったため与田城とも呼ばれる。寛永11年、越後長岡藩主、牧野忠明の次男、安成が一万国を分治されて、与田藩を立藩し、藩長として陣屋を築いたのが始まりである。当初、也は、 南側の信濃川に近い神社のあるあたりに所在した。元六十五年、牧野氏が信濃国小諸藩に天法になると一時天領となる。その後、法営二年に、東東海国掛川藩より、いいなおのりが入法した。文化元年、いいな明の時に、城主格となり、その後築城を始め、文政六年に完成した。慶応四年母神戦争の際、藩主。 いいな康は、早々に新政府軍に就いた宗家彦根藩に習って、新政府軍に教順した。これに対し、奥上津列藩同盟軍は、勤王の与田藩を攻撃するため、地蔵道、大川津から与田へ進撃した。与田藩兵と同盟軍との間で激戦が展開された。5月28日戦火で、与田城が消失したが、大手門、切手門の消失は免れた。 ジミアとは良いた触れ合い交流センターや一般住宅、等となり以降は存在しないが、良いた繁盛館跡の石碑が建立され、歌舞伎門が復元されている。現存建物は、本願寺新潟別院に、大手門、市内音行事三門に切手門が現存し、共に、長岡市文化財に指定されている。ありがとうございます。